We have comments from three people for the first, and then we have questions from the floor. And please start, Ms. Siren. 本日はお忙しい中、私たち映像業界における性加害、性暴力をなくす会の記者会見にお集まりいただきありがとうございます。私は俳優文筆家の睡蓮みどりと申します。私は昨年3月末に映画監督で俳優の榊秀雄氏から性暴力を受けたことを公表いたしました。性暴力はいつでもどこでも誰の身にも起こりうることです。日本では今年ジャニーズや歌舞伎界などで起きた性暴力についても報道され、性加害に対して世間が関心を寄せていることも感じています。一方でこれまでどれだけ声を上げても映画業界の問題、個人の問題だと矮小化されてきてしまいました。現状被害当事者は救済されることなく置き去りにされたままです。大変悲しいことに、映画業界における性暴力について声を上げてきた被害当事者が複数名亡くなられています。このことはほとんど報道すらされませんでした。この1年半の間に私たちが直面してきた大きな問題点と課題について、まず支援者が増えないという大きな課題にぶつかっています。昨年4月に当会は声明を発表し、第三者機関の設置を求めてまいりました。先日日本共産党のヒアリングにも参加して、改めて過去を検証する第三者機関の設置や被害者と医療機関との連携、性教育の見直しなどを求めたところです。ですが実態としてそのような機関はないままです。いつまでたっても特定の支援者と被害当事者自らが声を上げるしかなく疲弊しきっています。今一度国には積極的な関与を求めたいと思います。今の日本には性暴力について正しく語る土壌さえないように思われます。私自身も長い間自分の身に起きたことを性暴力だと認識できないままでした。日本社会全体の性暴力に対する軽視や無理解、家父長制的な価値観や権力交配を自由恋愛などと加害者に都合のいいように言い換え、立場の弱い側の性が搾取され続けてきたことは深刻な問題であると考えています。これは映画業界だけの問題ではありません。今現在私自身は複雑性 PTSD の診断を受けていますが、適切な治療を受けられるまでの道のりが容易ではないということも身をもって知りました。今年は刑法改正もありました。性暴力に関する法が未だ加害者に有利なままであることも大きな問題だと考えています。本来戦うべき相手は加害者であるはずなのに、幾重にも問題が目の前に立ちはだかり、道を塞がれるという苦しみの渦中にいます。どうか今この瞬間から一人でも多くの支援者が増えてほしい。どうか一言だと思わずに社会全体の問題として受け止めていただきたい。切実にそう願っています。ジャニーズや宝塚との比較でですね、映画界におけるこういった性加害の報道がほとんどなされない現実、そのメディアの姿勢について、これをどう変えていくべきだと思われるか、それぞれお聞かせいただけないでしょうか。今の私たちのスピーチの中でもいくつかお話はさせていただいたんですけれども、映画業界で起こっている性暴力の大半はエントラップメント型と呼ばれる、力関係、権力者が力を持ってないものに対して行われる性暴力が多発しています。で、その構造の問題だということをこの1年半以上述べてきたつもりなんですけれども、どうしてもなかなかそのことが浸透しないと言いますか、どうしても個人の問題、ゴシップ的な消費のされ方をされてしまって、構造の問題だっていうふうにされてこなかったんですね。で、そこがやっぱり個人の問題に還元されてしまう、恋愛スキャンダルかのようにされてしまうっていうことがなかなか浸透しない大きな理由であると思いますし、ここは本当に言葉を選ばずに言えば、メディアの方々が今までそのように報じてきたっていう積み重ねが
あってなっていますので、ちょっと言い方は難しいんですが、そこは本当にメディアの皆様に強く受け止めていただきたいところであるというふうに思っています。で、またこれもスピーチの中にもありましたが、どうしてもその報道するかしないかっていうところが加害者の知名度、時には被害者の知名度というところで忖度されてきてしまった。だから表に情報が結局出ないんですね。個人の問題ということになってしまっているので、でそこに関しては被害の苦しみというのは有名人からされたから苦しいとか、知名度がないケースだったから苦しくないとか、そういうふうなことでは全くありませんし、痛みを比べられるようなものではないので、今日私たちがこうやって実名で顔を出して記者会見を開いたのも声を聞いていただきたいという一心からなんですけれども、生身の人間に被害が起こっているっていうことをメディアの皆さんにはきちんと報じていただきたいです。本当に忖度しないでいただきたいというのが、私の考えです。Indeed, there is no ground. 例えば、海外あるいはアメリカの業界を見てみると、ケビン・スペーシーのようにもうちゃんと刑に告発されて、そしてその法的制裁 がなされたというケースにも至っているわけですけれども、こういった声が上がったためにおかげで、日本においてはどういったその対処あるいは態度が取られるべきだと思いますか。まずちょっと業界内でというよりもちょっと日本全体の問題だと思うんですが、まず意見を言うということがですね、日本であまりこう良しとされてこなかった、特に若い女性になるとなおさらだと思うんですけれども、自分の言葉を持って自分で語るっていうことは決して必ずしもいいことだっていうふうにされてこなかったんですね。で、声が上がらないから当然のように連帯も起きないっていう良くないスパイラルが起きてしまっていまして、で、私含めてこの会からもこの1年半の間に業界に対してはこう変わってほしいということを求めてきたつもりなんですけれども、正直業界内から変えようっていうのは限界を今感じていまして、っていうのはやっぱりそこには世代格差っていうものもありまして、上の世代は前のやり方でどうしても貫きたくて、私たちの発言ですとかこういう活動を、正直疎ましく思ってるだろうなという、ちょっと憶測にはなってしまいますが、そういう実感もしていまして、業界内から変えていく、連帯をしていく、それはしたいことなんですけど、それは難しい気はしています。だからこそ今日ここに集まっている皆さんの力も借りたくて、ジャーナリズムだったり、あるいは批評だったり、そういうところがちゃんと機能することで変わっていく未来があるというふうに言いたいんですけれども、やっぱり業界内だけでの連帯では難しいなというふうに感じています。ジャニーズの問題が起きたり、宝塚のハラスメントの問題が明らかになったり、いろいろこう社会の動きも出てきたと思うんですけれども、そういったことを受けて何かこう新しく変わってきたなというふうに感じてらっしゃることがあったら教えていただきたい。おっしゃるようにジャニーズですとか宝塚のことも含めて、報道自体は性加害についての報道はされるようになってきて、社会そしてメディアの皆さんも関心を持っているっていうこと自体は感じています。で、ただ今年性加害っていう言葉が流行語大賞にノミネートされたなんていうニュースも流れてきて、ちょっとびっくりしたというか愕然としたんですけれども、これはブームにしていいようなことでは、ブームとして取り扱っていいようなことではないはずなんですけれども、
そうやってちょっと一種のブームみたいになってしまって、ただ一方で報道されて広がらないと社会に問題として認識されないという事実もあるので、ちょっとジレンマというかそういう気持ちはあるんですけど、このまま今年の2023年の一つのブームみたいにして終わらせないでほしいっていうのが今私が願っていることです。で、連帯に関してはさっきもちょっと申し上げたんですけれども、本当に簡単ではないなと思っていて、じゃあ連帯っていうところで言うと、私自身が今まで他者に対して連帯ができてきたかっていうと、自己反省もあって、伊藤詩織さんが最初に声を上げた時にすごく勇気づけられたんですけれども、じゃあ彼女に対して何か連帯の意を 何かしらの形で示すことが具体的にできてきたのかっていうと、私は全然足りなかったと思うし、そういう自己反省が今ずっとあるんですね。で、そういう反省のもとに今日の会見でもなんですけど、今日の会見で語りたいと思ったのも、やっぱり続けていかないと、連帯していることを表明していかないと一過性のもので終わってしまう。で、前にできなかった反省も含めて今日はここに立っているつもりでいて、で、そもそも今日ここに立ってたのもというか、私が前に榊の件で実名で告発できたのも、ここにいる加賀さんの告発があったっていうことですとか、会の中で千尋さんっていうメンバーがいるんですけれども、千尋さんが自分のブログで声を上げていたとか、石川由美さんが声を上げてきたとか、そういう皆さんが個人個人で奮闘してきて孤独に戦ってきて今だと思ってるんですね。で、その流れがある、流れを作ってきてくれた人たちがいるっていうことを私はいつも心に留めたいと思っていて、で、それは個人の連帯の根源なんですけれども、具体的にじゃあやっぱ何ができるかっていうと、そのやっぱり非常に難しいとは思いつつも、やっぱりこうやって今日例えばこのことを報じていただいたりとか、もう社会の問題として一人一人が当たり前に考える、特別な人が何か言ってるっていう状況ではなくて、一人一人がそれぞれの考えを持って、そしてそれぞれの考えを言葉にしていくっていう、もう本当に小さいところなんですけど、そういう連鎖が必要だと思っています。ちょっとあんまり具体策にならなくて申し訳ないんですが、ありがとうございます。今の日本の映像業界、映画業界の現状なんですけれども、皆さんが告発されているような、いわゆるその性加害であり性暴力であり、枕営業って良くない言葉だと思うんですけど、そういう話もすごく聞くんですが、で、取材している限りは未だにかなり横行しているというふうにも聞くんですけれども、皆さんの現状の認識として、今映像業界のそういった性暴力、性加害というのはどういう状況にあるのかを。ちょっと僕喋っていいですか。はい、まず枕営業って言葉は性加害を矮小化する言葉なんで、絶対使わないでいただきたいんですよね、こういう公の場とかで。それは加害者が自分の都合のいいように自分の行為を矮小化する言葉です。絶対使わないでください。ちょっと直接の答えに、現状今性加害がどうなってるかっていう現状に対する直接の答えにはならってはいないんですけれども、今日こうやって私たちが会見を開いて声を聞いてもらえる場があって、それは本当に多分恵まれたことだと思うんですね、こういうチャンスをいただけたっていうことが。ただ性被害、
性加害をされ被害当事者になってしまった方たちの多くは映画業界ですとか芸能界を去っていった人たちです。去っていって声を上げられなかったりとか、声を上げようとしたんだけど無視されてきてしまった人たち、ないものにされてきてしまった人たちが、この自分の、私は決して他の方の被害状況とか辛さを代弁することはできないんですけれども、ただ後ろに見えないけれどもそういう方たちがいっぱいいるっていう気持ちでいて、で本当にメディアの皆様にはそうやって去っていった人たちの声を、あるいは亡くなった方の声を聞くことはもうできないかもしれないんですけれども、そこに人が存在してそういう苦しみがあったんだっていう、その聞こえない声に耳を傾けていただきたい。それが今日本当に会見で言いたかったことの一つで、今日会見を開いたっていうところで、皆様にこう何かしらそういう気持ちをパスしたいなっていう気持ちで、ずっと考え続けるのが被害当事者の仕事っていうのはもうやめにしたいんですね。被害当事者が声を上げてそこから考えるのはメディアの皆さんだったり、今日メディアで取り上げていただいたときにそれを見ていたり聞いたりする方にお願いしたいという気持ちです。すいません、ありがとうございます。 Thank you very much. ありがとうございました。